では、続きをお願いします。先生、こんにちは。敬愛なる小児、小者の師父たち、高尾オンライン勉強会の皆さん、そして世界各地のボランティア、こんにちは。蔡碧娟と申します。今日はお話ししたいのは、2023年、ナリ即席、夏の巻、6月24日から6月30日までの内容です。そして、テーマは、アラとブタの出会いという内容です。宗教を超えた大愛、フー・グァンジョンさんの話をしたいと思います。1999年8月17日、トルコでマグニチュード 7.8 の大地震が発生し、1万7000人が死亡、50万人が家を失いました。当時、トルコで長年ビジネスをしていた台湾のフー・グァンジョンさんは、メディアにトルコを救援するために台湾はどこにいるのかと投書しました。ちょうどその時、辻ボランティアがコソボで難民支援を行っており、小児の指示で直ちにトルコへ向かい支援活動を開始しました。これにより、イスラムの信仰を持つフー・グァンジョンさんと辻の間に深い絆が結ばれました。フー・グァンジョンさんは辻の初めてのイスラム教徒のボランティアで、台湾生まれの家族は敬虔なイスラム教徒でした。子供の頃は勉強が嫌いで、教会の推薦でリビアに留学し、アラビア語に上手になりました。卒業後、台湾に戻って、仕事を探しましたが、うまくいかず、最終的にトルコに渡ってビジネスを始め、成功を収めました。17歳の時に、同じイスラム教徒である奥さんと出会い、後に結婚して、トルコに定住しました。2011年、トルコの隣国シリアで内戦が勃発し、たくさんの難民の子どもたちが家庭の経済問題により、街道に、町に流れたり、長期間働かされたり、学校に通えず、虐待を受けるなど、苦しい状況にありました。フー・グァンジョンと辻の様々な努力の結果、2015年にトルコで初の難民学校、マンナーハイを設立し、子どもたちが再び楽しく学校に通えるようになりました。マンナーハイはトルコ語で、砂漠にいる子どもたちに知識の泉を見つけさせるという意味があります。フー・グァンジョンさんがとルイさんは難民の子どもたちの教育問題に心を砕き、多くの困難や挑戦に直面しました。突然、失語症にかかってしまいました。それでは映像をご覧ください。多くの人が助けを必要としているが、私たちの活動には定められた基準があり、誰を助けることができるか、誰を助けられないかが決まっています。しかし一部の人々は自分も助けが必要なのになぜ助けてくれないのかと感じることがあります。時には政府に告発することもありました。2018年8月31日の夜、突然学校を閉鎖しなければならないと言われました。その日、フー・グァンジョンさんが声が出なくなりました。フー・グァンジョンさんは焦りました。自分の少々は問題ないんですけれども、3000人以上の子どもたちはどうなるかと心配しました。フー・グァンジョンさんの話を聞くと、難民の子どもたちが再び学校の場を失うことに耐え切らず、病気になるほど悩み、男児の涙を流したことが伝わってきます。本当に胸が痛みます。フー・グァンジョンさんの慈悲深く温かく柔らかい心が見受けられます。
オガンゾンさんとルイさんの愛と善の影響で、現在トルコでのボランティアの数も増え続けて、多くのボランティアが集まっています。8年間、通信のボランティアをしているシリア人のバセールは、自分の名前の前に通信ボランティアと書くことは非常に名誉なことです。通信ボランティアは世界をより幸せで素晴らしいものにすることができると語っています。証言奉仕は、法を救うことは命を救うことと同じで、宗教が長く伝わるためには正しい信仰が必要です。2020年7月、フガンゾンさんは数百年の歴史を持つコーランを商人に送りました。商人はそれを見て修復を決意し、書籍を国立台湾図書館の修復チームに頼みました。2年以上の努力を経て、ついに2023年6月4日にコーランの修復が完了しました。それではそれについて映像をご覧ください。通信ボランティアのフーガンゾンさんは、世界の他のイスラムやイスラム教徒は、仏教の構想である証言奉仕がイスラムの経典を修復する姿を見てどれほど感動するでしょうと述べています。歴史の継承には宗教の違いは、関係なく、商人はさまざま宗教の精神の発展を支援し、世界の人々を助けることを願っています。証言奉仕は次のように述べています。この宗教の思想を引き継ぐことは可能であり、みんなが接触できるようにすることで、人類に対して助けになることを期待しています。この本を500年以上前の質感に戻すのは非常に貴重なことです。ウガンゾンさんの言葉通り、現在商人は異なる宗教を尊重し受け入れるという言葉と行動を実践している唯一の構想大使で言えます。またこの大テレビのドキュメンタリー修復コランは、2024年第57回ヒューストン国際映画祭で宗教部門の制作賞を受賞しました。愛を持って憎しみを消し、善の種を植える。マンナーハイの子供たちは感謝の心を持ち、手のひらを下に向ける人間となる。台湾の地震やウクライナの戦争に対して、学生たちは積極的に寄付を行い、それは一つ一つの善意が集まることを示しています。商人は子どもたちが成長するのを見て、これを成し遂げてよかった。さもなければこれらの子どもたちは難民として苦しむことになり、心が不安定で将来はテロリストになるかもしれんと語っています。悲しみは一瞬のことですが、その一瞬が多くの貧困や病気に苦しむ家庭の未来に希望をもたらします。与える人は見返りを求めず、受け取る人はその真心を大切にする。お互いに感謝し合うことが最も価値のある善行です。ウガンゾンさんとルイさん、そしてトルコのボランティアたちの皆さんが、主の心で尽力し、自分を燃やして他者の命を照らしてくれていることに感謝しています。アラの使命と商人の託し、そして世界中の通詞の祝福を受けて、皆さんは引き続き大の種をトルコや世界の助けを必要とするすべての場所に巻き続けることができると信じています。最後に、ウガンゾンさんとルイさんが最も、真心で呼びかけるメッセージをお聞きください。この歌詞の日本語訳は以下のようです。慈悲は大の家、彼らは静かに人間を見守っています。彼らは地球が傷つくのを見守ることができない。彼らは苦しむ人々に心を痛めている。彼らは永遠に人間を慰めて共にいる。
相信大家都被圈粉了，是带着阿拉的使命及上人的托付，相信光中师兄会持续带领着志工们将大爱。阿拉の使命と承認託し、そして世界中の人々の辻地の祝福を受けて、皆さんは引き続き大愛の種を、巻き続けることができると信じています。以上が、本日のシェアです。皆さんが安らかで幸せの日々を願っています。ご清聴どうもありがとうございました。你有没有发现，无论他们分享多少次，他们几乎常常哭。好，那我们也期待，因为私もいつも光中師兄とルイス姐のその物語と分かち合いを見て、本当に心から深く感動されていました。私のその海外のボランティアの認証会が、トルキーだけじゃなくて、そのモザンビクのボランティアたちもその2、3名くらいとか帰ってくる予定です。もし機会があれば、ぜひこのオンライン勉強会を誘いたいと思っています。大家有没有看到他今天的简报？还是个健身，让他知道棒不棒？就一直跟着读书的方式。毕娟さんはまだ正式なボランティアになる前に、見習いボランティアの時はずっとこのオンライン勉強会についてきました。以前都是我在邀约，他现在都先把人邀约好，然后直接告诉我说：“老师，このチームに入ってきて。”から必ずその1年の見習いがあって、その後は正式に発表を誘います。そして私たちのチームはお互いにお互いのそのいいことを勉強しながら、このいいパワーポイントも作ってきました。皆さん、さっきの分かち合いを聞いてから、さっき胡光中師兄が一晩を、一晩でそういう言葉の能力を失うことをしていることは手を挙げてください。星様がもうこういう物語を分かっています。この分かち合いはその胡光中師匠自分だけじゃなくて、もっとより多くのボランティアにそのリマインディングをしたいと思います。そして皆さん、今日の分かち合いで、その胡光中師匠とルイス姐が本当にいい歌手になるようにと思っている人は手を挙げてください。私は胡光中師匠とルイス姐のそういう歌を聞いてから、本当に歌手になるそういうポテンシャルがあると思っています。次は案内のフィードバックをご覧ください。真的赞同美云师姐说，爱哭的人才会做慈济，因为大家都是柔软又慈悲的心。蔡师兄可能的フィードバックは、光中师兄の分かち合い本当に感動しています。そして私の感想としては、泣き虫になる人はいい分かち合いできる人になると思っています。そしてもう一つの読者が、光中師匠とルイス姐がその愛いっぱいの愛でトルキでその活動をどんどん進んでいて、
本当に感動しています。ピジュン師姐のおかげでいい歌を聴きました。燕文师姐からその阿拉のそういう光宗、阿拉を信仰している光宗師匠とルイス姐がそのトルキーでいろいろな活動を行って、本当に感動しています。次はもう一つの読者は今回の若字合いを占領になります。そしてその今回のその臨読チームの分かち合い内容にを通じて、皆さんがいろいろな辻の歴史を振り返って、もっと感動的な物語も聞きます。そしてさっき孟琦さんのフィードバックについては、私たちも必ずこういうフィードバック内容を整理して送付しますよ。